さあ行きましょう。先方戦、ドバカさんのファーストと、ヨアナさんのシップですね。さあファーストに対してシップということで、まあ 2P 側、もう完全に 1P 側ね、マスコットさんを完全に信頼してのこの大将マスコットっていう、ここまで決まってますね。決定事項です。マリオちゃんどうした？あいつなかなかやる。おのこしって言うんだぜ。さあ、ジャンニー落として、アルファブレイドから 2K、置き攻めは表、ジャンハイ。ファーストは結構なんか、置き攻め重ねるのが、めんどくさい気がするんですけども、ゼクスのアッパーみたいに振り回し、一本選手、ヨアナシップ。さあ、足払い。ジャンハイ、めくり。そして表。金エス、足払いから頭を表、そして金エス、コパン2エスからダストを振っていくがダメ。そしてジャンハイ、空投げに行ったところをタッチピンで捉えて、ジャンプディ、アルファブレードを落として、DT からの置き攻め、アルファのプラス、青キャンからの表、ジャンハイ、こちらしっかりバース読んで、ダスト引っ掛け、ベータ拾い、画面端維持、そしてサーク観客から足払い、ガンマブレード、かっこよく決めて、一本先取、ヨアナシップ、先鋒戦だった。テスタメント3人はやべえやな。負けトーナメントにいんのやべえやな。おっと出てくるのはスレイヤー。さあチップがしっかり牽制止めていくか、それとも一発事故ってしまうのか。空対空はせいやがすげえ勝ちにくいとはいえ、引っかかってしまえば即さようならなので、油断はできないチップ。逃げれば逃げるほどね、相手のテンションゲージも増えますので、あーハムさんにかかってるんで、ちょっとどうすどだ行っちゃいますか、頑張ってください。マジか。前のチーム一人でいいだろう。なんでテストに、あーっとーここにする。ダニー空中ダッシュアルファブレイ、ちょっかあちょっかじゃないですね、あーちょっとまとわりついてケアチップが落とす、取られてしまう。さあ地上戦を仕掛けてチップガンマブレード避けて、さあ垂直ジャンプジャンハイ、裏にも判定があるのでここはうまいが引っ掛けていった。マップハンチコパンから暴れを潰して、マイピー足払い表落ちて、今度裏タチケ、ここバーストしよう。ジャンケタチハイ投げ盛りか、 2S 反応していく、はいはい、マップハンチ追いかけていくか、地上投げ置き攻めはどうなる。さあ 2S が空中ダッシュ、さあ捉えられない、空中投げ大きい攻めはジャンハイ表、キングスコパン当たらないが走ってジャンハイ、さあまだわからない。さあ空中ダッシュとかするとねチップ戻ってきたりしてめんどくさいんでね。さあここはコンボはバースを読んでしまったか、メータから P、 ここはフォルトで距離を離してたくらせない、出よし出ないが、ガンマブレイド遅すぎんだよ。いい DOT でした。さあ1回戦と同じ流れになりました。ここから本番、マスコットボショムキングがまた逆三立てなるか。ゾンギの投げモーションみたいな声でドヤって聞こえましたよ。大丈夫ですか。え、先方はやっぱりお残しさんですか。
さあ、モショムヒン。あーと、自殺か。ただしかし、ここガンマ耐えていったが、間に合わず、チャンディ、シックガード。さあ、前に出ていけば、出ていくほど、モショムヒンのゲージが溜まる。しかし、対して全然減らないチップ、あ、増えないチップのテンションゲージ。25% あればね、コンボ伸ばすことは全然可能なので、この 25% 大事にしていきたい。チップが、しかし捕まってしまってさ、大変。おー、V1 台もそれなりに、無理やってました。おー、トイックライダーにアッパー食らってチップが死んでる。一本選手、マスコットボス商品。シャガエスを投げるための選択肢らしいです。さあガンマ危ない表ジャンハイタッチハイ空中ダッシュ PD ガンマからここはそのまま素直に突っ込んでしまう。そして通称ガトリングのコンボでこのダメージ、強気にベータ打っていく。ダストガードチップのダストガードとしても特になんか問題なさげなので締めによく使ってきますね。やはりそして奥攻め耐えれるか、表青バーストさあ 25% 吐いてまずジャンプで一発バースト読んだか。さあここはエンエスカウンターヒット立ち合いまでつないでいく。さあそして先方チップとは潰して残りアンジーバイケンさあ先に出てくるバイケン。バイケンはどうなんですかね、チップめんどくさそうなイメージがあるんで保険って感じなんですかね。あどっちにしてもきついのか。アイピーハンマーで追いかける、クッション上げ捉えてハンマーはここ惑星ハンマーじゃねえやストレートヘッド、ピピピさあお互いにリターン差は結構はっきりしてるところはあるんですけども、俺もカウントリートしないですね、あの状況でも。まあけどやっぱめんどくさそうですね。さあコンボを伸ばしていく。さあここ下段が通るか、届かない、入り戻った、まだ分からない、前はいスライド、さあ来い、うわあマイピー、さああとはないポションのキング側。しかしここはうまい具合にバッタをとがめて置き攻めは断ち切り、バクテ潰し、持続が長いのは引っかかる。そしてスラハメまだ体力が残ってもう1回そうですね、こうなってしまうとバックスができないと厳しい。さあ最終ラウンド、さあマイピー持ち上げて、さあハモそんな似たてさすがだぜ、いやーバースト読んでいた、体力半分、大泉畳み返しからフォルトで距離を離したぐらせない、しかし戻ってくれ、 S ハイが通ってしまって、アオキャン SKD、 え SKD なんかねえな、 PKD が下段ではなく、ここはそのままジャンプ P 中段でした。勝ったのは国バイケンチーム、お疲れ様です。